その一匹には理由がある。ただ釣れたではなく、なぜ釣れたかを追う。偶然から必然へ。おお、食った。うー、なんかライン釣ってるぞ。これ上がってこい、上がってこい、上がってこい。よっしゃ出ましたー今回はスーパーエクストリーム初のおかっぱり攻略。撮影は6月末だけに、ポストスポーンをどう釣るか。 JB トップ50のトップトーナメンターが関西屈指の人気リザーバーを釣り歩く。いつぶりっすかね。まあまあ久しぶり。昔解禁された直後ちょろちょろっと来たぐらいやったんで。しかもまだアフターとアフター回復に向かってる魚の混在するタイミングっていうのも初めてなんで、ちょっと湖の状況が正直まだ全然どういう状態かっていうのまではわからないんで、ちょっと釣りながら探っていくような感じになるかなって思います。今回は大阪市内から車でおよそ1時間半、おかっぱりフィールドの奈良県室尾ダムが舞台。上流域は大曲のインサイドなど広大なおかっぱりエリアが広がる人気エリア。本湖につながるクリークや小さな流れ込みも存在する。続いて中下流域、切り立った場所が多く、その中でも多数存在する三崎周辺がおかっぱりのメインエリアとなる。魚のストック量が多いことも特徴。室尾も結構ベイトフィッシュいろんな種類いるんで、ハス、オイカはモロコ、カレント効いてるところはモロコ系、川筋どこにでもいるのがハス。とりあえず朝は上流エリアでもハス追ってる系の魚、上流の方からその水流れてて、水、まあ基本ハスとかって川魚なんで流れてるところが好きなんで、メインは多分そんなに大きくないっぽくって、多分4インチとかぐらいなんで、多分トリプルセブンかショーティーどっちかかなっていう感じですね。であとはバンクとかでうろうろしてる系はもうアフターは食べやすいの大好きなんで、ヌードルだったりとかなるかなと。吉川とわのおかっぱり爆釣劇が始まる。エリアが合ってるんで魚のコンディション全然違う。出ましたまず吉川が入ったのは上流から見て最初の大曲がり、そのインサイドベンド。強いカレントが最初に大きく曲がる実績エリアだ。あれ、すごい濁り入ってる。これもインサイドの方が濁り入ってる。うわ、この辺から。どうやらインサイドベンドはシャローフラットになっており、フィーディングのバスが上がってきそう。ハスだろうか、ベイトフィッシュも確認できる。シャーブロードトリプルセブンですね。ベイトのサイズに合わせトリプルセブンをチョイス。狙うはスポーニングからいち早く回復したでかい個体。そう、でかいバスほど季節の進行が早いもの。トリプルセブンで無防備なハスを演出する。ちょうどこの場所が上流の狭まってるところから広がり始めた大きくなったところのインサイド。さっき上から見てた感じもこの辺もめっちゃ沖の方までそこちょっと見えるぐらいやったんで、シャローフラット回遊しているのと、あとは
フルキャストで入れたところでギリギリ多分ブレイク絡むぐらいまで入るんで、ブレイク回遊とフラットにいる魚をベイトもチラチラ泳いでるんで、そんなんも食ってるのがいればっていう感じですね。ちょうど上流からの一番流れてるところからの一つ目の緩くなる場所なんで、一番魚の溜まりやすいスポットにはなります。やっぱりフラットいましたね。サイズはボチボチかな。そんなにめちゃめちゃ大きいわけではないですけど、よいしょよいしょ、まずは1本目ちょっとまだアフターのちょっと細身な感じですけど、まあ今から餌食べようかなっていう感じで入ってきた魚でしたね。よかったです開始早々狙い通りの1匹。さっきは縦切りでやってたんで、まあ狙いたいそのコースがフラットの面でブレイクってやっても1点でしか点でしか狙えなかったんですけど、三崎先端に来て横に切ってあげたら線で引いてこれるんで、まあ、それで引いてこれる距離も広く、まあ、長く取れるようになったんで出会えたかなっていう風な感じです。シャワーブローズトリプルセブンがハマった。今トリプルセブン使ってるのは水深多分2メーター3メーターとかしかないんですけど、まあ、それでもやっぱその魚探して引っ張らないといけないんで、スプラッシュ焚いてアピール力が強いんで魚を引っ張れるっていうのと、食わせに特化するならポッパーとかの方がいいんですけど、テンポがすごい悪いっていうのでシャワーブローズで。シャローフラットを一通り流し終えた吉川、しかしリアクション気味に誘えばさらなるバイトに持ち込めることがあるという。お、出た。お、どっちや、あ、マスや。アクション変えてすぐでしたね。すごいバックリで次は。よいしょ。餌飲んでる。トリプルセブンで。丸飲みに持ち込んだテクニックとは。普通に。ドッグウォークとかで食わない魚っていうのを見せてリアクションで食わせるような感じで、着水してで早めにシャシャシャって動かしてあげて、で早めに動かすのもベイトがハス系なんで、比較的そのボイルとかするときもすごい泳いで逃げていくような感じだったりするんで、ジャカジャカって動かして近くに多分いるバスに気づかして、ルバー後ろついたかなぐらいのタイミングで次は弱くチャカチャカチャカって逃がしてあげたら、もうバスがこうボイルしたところに行ったらベイトが急にささって逃げ始めたから、そのまま勢いで食うっていうので、多分思いっきり丸飲みで食ったっていうふうな感じでした。わずか30分の出来事、フィーディングに上がってきたバスを見事に仕留めた。今フラットの面やってたんですけど、さっきからボイルしてるのがあの上流の木のところと、でまたボイルしたのが下流の急にフラットに変わるブレイクの始まりなんで、そこだけ1箇所2箇所見て、で次のエリアに行こうと思います。フラットエリアの始まりと終わり、その地形的な変化を狙う。まずは下流側をチェック。ルアーは同じくシャワーブローズトリプルセブン。お、なんや、なんやこれ、ちっちゃいの見てるしかない。あ、取れた多分シャローうろうろしてる20センチぐらいのやつでしたね。今度は上流側、足場が高いためバスがいれば確認できるはず。おった、
サイズはそんなにめちゃめちゃでかいわけではなさそうですけど。C4 リーチのネイルリグで誘うのだが、え？ピクリとも動かないんですけど。やる気がないのか、はたまたルアーが違うのか。あ、また違うやつがあそこ入ってきた。あいつやる気ありそうですね。ヌードルに変えます。うわ、魚見えになった。しんどいか。ボーワームヌードル8インチのノーシンカーリグ。魚を見失ってしまったが、吉川はピックアップせず、そのままヌードルを岸側の岩に隠した。一体どういうことなのか。食ったかな。いった、よっしゃよいしょ。怖いな。解説は後ほど。とにかくヒットに持ち込んだ。焦らずフリーウィルのバットパワーで寄せる。よいしょ。ちょっと細いですけど、完全にアフターの多分ボトムとかにいるゴリとかエビ食ってるやつはやっぱヌードルが最強でしたね。さっき見えてたやつが一回沖に出て、で最初アプローチした魚もそこの岩一個あって、で小バスとか結構その辺溜まってたんですよ。でそこ見るやろなと思って石のところにヌードル置いといたら、まあ、あの女魚石の方見に行ったんで、でその近くに行ったタイミングで動かしてあげると、もうあ餌あったみたいな感じで嬉しそうに食べてくれました。食い方すごい浅かったんですけど、針がもう結構中入るぐらいなんで、ヌードルまあまあ本気で食ってはくれていましたね。このエリアの狙うべき魚は2種類とも一応攻略はできたんですかね。これまで釣った2匹とは状態の違うバスということ。シャワーブローズでのバスは体力を回復し積極的にベイトを追い回していたが、ヌードルで取ったバスはまだ体力を回復しきれていない個体であった。この辺に石ちょこちょこ点在はしてるんですけど、一番大きい石がここにあって、で、最初アプローチした魚もそうやったんですけど、この石絶対見てたんですよ。今釣った魚も一回沖に出てからまたこの石入ってきたんで、アフターの魚で食いやすいもん食いたいっていうのだったら絶対ヌードルがもう餌になるんで、これをそこの石のほんとすぐ横ぐらい、石を見たら視界に入るぐらいのところにノーシンカーでフリーでそこに放置で、魚が入ってきた瞬間にちょっとラインを弾くぐらいでプンって動かしてあげるとワームが一瞬動くんで、それが動いたことによって生命物変わるっていうので、バスが餌あったっていうので拾っていくような感じでした。とは逆に今インサイド側の流れてる流れてない側やったんですけど、完全にアウトサイドの水効いてるエリアっていうので、ちょっと大きくエリアの雰囲気変えて魚探してみようかなって思います。午前8時30分次なるエリア。吉川が入ったのは上流域のクリーク、その最奥。クリークぐらいの流れしかないんですけど、このチャラセがドンツキになるんで、この辺にうろうろ入ってくる魚がいればな。狙いは季節の進行が早いバス、つまりでかいバス。こういった強い流れが効く場所で活発に捕食している個体だ。時期的にはちょっとまだ早いんで、どれだけ入ってるかまだ分かんないんですけど、とりあえず要所要所打って、で答え返ってくるか来ないかで次行くかどうかまた考えます。ルアーはボーワームヌードルの8インチ。バスがいれば迷わず食ってきそうだが、やってる感じあんまり入ってる感はないですね。
どうも気配がない。あとはベイトが全然いないんで、夏場とかだったら多分結構ベイト追ってってするんですけど、普段ここはそのゴミのところでいる魚っすね。ロイヤルフラッシュジュニアでゴミ溜まりの際を通してみる。ないな。本流とかのボディーウォーター、メインの川の流れ効いてるところにいるベイトだったりとか、水のいい場所っていうところにうろうろしてるのかな。水通しがいいのは船屋の対岸がちょうどクリークのベイマウスの岬になってて、でプラスその上流側がさっきやってたエリアの下流側の一番大きいアウトサイドのエリアになるんで、ちっちゃい流れでっていうよりも大きい太い流れの方が魚はついているかもしれない。クリークを出て上流方面へひたすら歩いて向かう。うわっ顔面もろおかっぱりあるある。めっちゃ濃い。夜一匹ぐらいバスまで行ってないんですか。ただちょっと景色感みたいに一回降ります。多分これ道ですよね。蛇行している川筋が少し狭くなる入り口周辺、吉川はそのインサイドベンドに入った。ん？バス？お、バスや。まあまあめっちゃいい魚ですね。ここの魚コンディションめちゃめちゃいいです。さらにおった、バスや。まあまあでかいですね。40ちょっとぐらいで。しかし反応なし。そっか、その感じで行くんやったら。ルアーチェンジ。サイドステップに変えます。ボーワームよりベイトフィッシュライクな見た目のサイドステップ。とその時、おおお、覚えしてます。向こうで。あ、カメラポジションからは死角で見えないが、岬の奥でボイル発生。すかさずサイドステップで直撃する。あ、投げれました。おっ、で、サイズはちょっと可愛いけどでもやばいぐらい対抗力パンパンさっきの水効いてるところはベイトって、でフィーディングの餌食ってる系の魚がいるっていうのはやっぱその通りでした。多分こっち側が岩盤になってて、そこに溜まってる魚なんだと思います。ちょっと上にどんどん移動していって、この辺のエリアはまだ深い側に落とし込む釣りしてないんで、後でやりながら帰ってくるような感じで。さらに上流方面へ、狭くなった川筋を抜け広くなったエリアのアウトサイドベンドに入る。とここで、やばい。いやー、またしてもおかっぱりあるある発生。補充ランキング1位人がやるでしょうバックラッシュもこういうのも開けた景色。まずは TG ブローでおおよその水深を計測する。だいたい今 TG ブローとフラップクローで2秒いくかいかないかぐらいで1メーターなんで、1、2、3、4、5、6、7、8、ざっと4メーターぐらいで、多分あの時点で4メーターだったら全部もうそれぐらいの水深
なのかなと思います。これ以上投げても多分このままダラダラっと入って4メーターぐらいでそこついて、そこからもう多分フラットになって向こうまで浅い感じなんで、水深のありそうな岩盤を探ってみるのだが無反応。こっちだって思いますけど、あの最初降りたところあの3時間で2回魚回ってきたんで、相当やっぱ魚回ってきやすいエリアやったんですか。気になるスポットへ戻る。そうそう、ちょうどこの先にある場所が多分さっきの最初朝一だった上流から一回川幅狭まって、でここ一回広くなって、で最後の出口にもう一回狭まるところにあるアウトサイドやってみたいと思います。川筋が一度広くなりまた狭くなる出口周辺、ボディーウォーターのカレントが当たる岩盤へと入った。ダブルモーションのフリーリグで岩盤沿いを探っていたその時、でっか、いや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 、スズメバチ、皆さんもご注意を。あれはやばいやつでしょ。こんなんでしたよ。予想通りの十分なカレント、期待が膨らむ。あれバス、バスや、待って、嘘でしょ。岩盤沿いにミエバスを発見。超でかいミエバス。どうやら2匹いるようだ。ルアーチェンジ、手に取ったのはラストエース 80F。 まだいるっぽいんですけど、ルアー入れたら、あーでかいけどちょっと待って、やばいやばい、やめてやめて。あ、マジか、小さい方でした。後ろにもう一つでかいのついてきてます。僕最初見たやつじゃない、なんか食った瞬間サイズあれって思ったんですよね。それでも十分でかそうだ。よっしゃ取ったよっしゃラストエース 80F のホバストで取った。後ろについてきてました、でっかいの。余裕の50アップでした、もう一匹最初見えたやつは。とはいえグッドサイズ。でもやっぱりエリアが合ってるんで魚のコンディション全然違うやつですね。一番いいところかかってますね。ラストエース 80F の64分の1のホバストですね。ここはちょうどその朝市の岬から一回川が大きくなって、その出口のアウトサイド、かつそこから川幅狭くなるんで一気に水流れ良くなる。クリークの水の弱いのじゃなくてボディーウォーター、湖としての大きい流れの効いている場所っていうのがキーかなっていうところで、レンジ的には多分ホバストで狙える水面から1メーター入るかどうかぐらいのところと、多分見えなくなるレンジをこう多分交互に行き来してるような感じなんで、浅い側見えてる側はラストですのホバストで、深い側はダブルモーションのフリーリグっていうので、まあ狙い分け狙い方はほぼほぼ間違ってないのかなっていう感じです。多分今のやった感じでいくと多分対岸も魚いるんですよ絶対に。対岸は流れが当たるアウトサイド、吉川には確信めいたものがあった。
吉川が入ったのは川幅が狭くなりボディーウォーターのカレントが効く場所、そのアウトサイドベンドの岩盤エリア。ボーアームの12インチですね。まずはボーアームで少し沖を探る。アウトサイドの一番流れるところあってめちゃめちゃ深いですね。足元でも 4,5 メーターぐらいはあるような感じなんで、念のため沖も探ってはいるが、本命は目の前の岩盤。風が吹き始めた。プラス要素だ。先行きます。いよいよボディウォーターのカレントが当たる岩盤。吉川は遠投せず、岸から3メートルほど沖にラストエース 80F を送り込む。そして強めにシェイクしフラッシング。ルアーとエリアが合っていれば答えは必ず返ってくるはず。おお、来た。フリーウィルが絞り込まれる。明らかにでかい。うー、なんかライン吸ってるぞこれ。大丈夫かな。上がってこい上がってこい上がってこい。でかいんはいいんですけど、取る場所が強烈な引きに緊張が走る。ついて、こりこりを。よっしゃ。取った。出ました。こいつもやっぱこういうカレントの効いてるエリアだったらアフターのベイト食ってるのめっちゃ重たいですこれ。やばい。しかもめっちゃ石入ってて3回ぐらいライン擦っててなんか糸変な音するなと思ってめっちゃ怖かった。重った。ラストエース 80F を丸飲み。よいしょ。狙い通りのグッドコンディション。やはりカレントが効く岩盤にバスはいた。やばい。ここいっとえぐいことになってますもん。ガッサガサ。これでも切れなかったらほんますごいっすよ。安心と信頼のマジックハードハール。本当に。もう多分ほんまに水中にもああいう岩めっちゃ沈んでて、でちょうど今釣ったあそこのところが大きい岩があって、多分水中にも張り出してるような感じしたんで、全く魚とか見えてなかったんですけど、岸から3メーターぐらい離れたところに投げて、コバスでキラキラキラって刺したらもう下から出てきてバーンって食っていって、いいカツカツです。ホバスとのセッティング方法とテクニックはスペシャルコンテンツで。ってことはもう完全にベイトフィッシュ絡みのだけでやってるので正解かもしれないですね。あんだけ12日投げて何の反応もなくて変えて一発目なんで。もう一度ラストエース 80F で岩盤を狙ってみる。来た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 。これはもう分かったかもしれないです。ただの魚釣りからバスフィッシングへ。これがパターンフィッシングの再現性。喉です。完全にこれパターンじゃないですか。こうなれば止まらない。おお、入ってきた。見えないだけでいるってことです。ちっちゃいんですけど今日一ちっちゃい。動き見たらこっから魚出てきました。完全に
来てますね、これは。よいしょ。その瞬間のパターンをつかめば面白いようにバスが釣れる。岸から 1,2 メーター投げて岸に向かってゆっくりキラキラしながら引いてくるだけで、下から水面下に20センチぐらい、10センチ20センチぐらいで十分です。怒涛の5連続ヒットであった。すでに答えは出たが、さらなるサイズアップを狙う。あとはちょっとボリューム上げて、ね、呼べる魚も増やしてあげる。もうワンレンジ深いところにもいるかもしれないんで。吉川が入ったのは中流エリアのとある岬。岬としては馬の背で割と沖まで入ってるんで、綺麗に。パターンは一つではなく多数存在するもの。棒アームで回遊バスが一時的に立ち止まるであろう岬周辺を狙う。浅いですね、めちゃめちゃ。ルアーポジションの水深はおよそ3メートル。お、何？持って行ってる？持って行った、持って行った、持って行きました。いやサイズどうなんですかね。どうかな。おお、ぼちぼち。よっしゃ。一発で決まりましたね。刺してきてるかなって思って。ほぼフォールで着底で持っていったような感じでしたね。そこつくかなぐらいでコーンって当たって、その棒アーム12インチの 2.7 グラムのライステキサスです。ボートだったら5グラムぐらいするんですけど、おかっぱりなんでそこ引っかかっちゃいけなんで。今までホバスやったのは、ストレッチを、多分ストレッチの2メーターぐらいまでをこう岸と平行に泳いでる魚で、岬にはバンクに入ってくるっていうよりも岬とかの張り出しに一旦寄るような感じで動き回ってる系の魚です。釣れるルアーと魚のタイプが分かりやすいですね。ロングワーム系はアフターの魚で、ベイトフィッシュに変えた途端アフターの回復してる。ラストエースで取ったバスは体力を回復した個体。一方、棒アームでのバスはまだ回復しきれていない個体であった。では、ポッパーならどうか。ワンズバグで。なんか浮きみたいに入っていった。めっちゃちっちゃいです、多分これ。しかもこれバスじゃない気がします。今日いるまさかのワンズバグでギル。いよいよラスト。多種多様な釣りを展開しながら一つのパターンへとたどり着いた吉川とは、トップトーナメンターの実力を遺憾なく発揮し、おかっぱりで十分すぎる釣果を叩き出した。あー、ちっちゃいの食ってもた。元気な小橋さんが。にしてもパンパンですね。めちゃめちゃ餌食ってるんで。エバーグリーン若手のホープ、吉川とは、これからの活躍に期待したい。お、なん、何？送った。なんこれ、サイズは。あ、ちょっとちっちゃいけど。かわいいけど。よいしょ。綺麗な。これがラスト。よいしょ。ラスト、ショーティーで。ちょっと可愛いんですけど、めっちゃ綺麗な魚ですね。ヒレピンの。その一匹には理由がある。パターンをつかめば偶然から必然へと変わる。